こんにちは、でかしです。今日なんですけども、地獄生活。現役時代と同じ生活してみた。はい、ということで、つい最近ね、10万人突破いたしまして、その時にね、いろいろ考えてたんですよ。いやー、ここまで結構頑張ってきたなーと、なんかちょっと感慨深いなーって気持ちになってた時に、いや、でも現役時代も自分頑張ってたな、私の方が、まあ、頑張ってたかなって比べることじゃないかもしれないですけども、一回ね、あの頃と同じ生活してみて、まあ、今しめじゃないですけど、まあ、もう一回ちょっと初心に戻るっていう気持ちも含めて、現役時代とね、同じ生活、ちょっと一日ですけど、送っていこうと思います。まあ、同じ生活といってもですね、高校に行けるわけではないですし、住んでる家も違うので、ちょっと完全に再現はできないんですけども、スケジュール感っていうのは、これ完全再現します。例えば、起床時間とか、朝練の時間とか、夜練の時間、これはもう完全に、その時間同じようにバスケしたりとか、同じように起きたりとかしますので、そこは完全再現します。まあ、朝練とか夜練のバスケのところもね、移していきたいなというふうに思いますので、それでは、やっていく。おはようございます。ということで、これから朝練に向かうんですけど、現役時代だったら、実家から自転車で最寄りの駅まで移動して、そこから電車で移動して、またその駅から学校まで自転車で行くっていう流れだったんですけど、今住んでるところからだとそれができなくてですね。でなので、ちょっと車で軽く移動してから、今日朝練やるところまでを自転車でね、なるべく完全再現に近づけたいので、自転車借りてきたので、朝練の場所まで行きたいと思います。ふと思ったんですけど、あの制服の格好でさ、金髪なわけないじゃないですか。ヤンキーがおったぞみたいな感じになると嫌だなと思ったので着替えました。じゃあこれで到着して朝練ということで向かっていきましょう。朝練は7時15分から8時ちょい過ぎぐらいまでなんですよ。自転車ってこんなきつかったんだって久しぶりに思いました。でもこの到着する頃には冬でも、もう自転車結構漕いでるんで、まあ、アップなしでできるっていう感じでございます。まあ、今日はここでやりましょう。体育館使えないんでここで。で朝はもうカツカツで、朝ごはん食べる余裕がないくらいだったのを覚えてて、でおにぎりを作ってもらってたんで、7時15分から朝練でだいたい7時15分前には着いてるんで、その間にもうおにぎりを食べるっていうね。口内炎が痛いな。これで朝練が終わりでございます。まあ、学校には行けないということでこのまま帰宅します。で帰りはさすがに全部車で帰ります。行きましょう。
はい、ということで帰宅でございます。で、今朝練後の時間なんですけど、まずね、プロテインをね、飲みますと。現役時代何飲んでたか忘れちゃったんですけども、前ね、EAA 紹介したと思うんですけど、それがかなりうまかったので、同じバイタスさんのこのプロテインを飲んでるんですよ。で、前回 EAA 紹介した時質問があったんで、これ飲んでますって紹介したんですけど、で、なんとその動画をバイタスの社員さんが見ててくれたみたいで、なんかありがとうございます、感謝の気持ちってことで、今言ったこのプロテインと、これ新発売したみたいで、提供してくださったんですよ。送ってくださったんですよ。最初から EAA とかは運動中に飲むのがいいですね。この吸収が早いんで。プロテインとかはそのじっくり吸収していくんで、運動後に飲むものみたいな。で、なんかプロテインってなんかマッチョだね、トレーニーとかが飲むイメージあるかと思いますけど、そもそもタンパク質ってその人間にとって必要なものなんで、それこそスポーツマンとかはまあ摂取量が多くなるっていうのはもちろんそうなんですけど、普通に生活してる人でもタンパク質っていうのは必要なんで飲んだ方がいいっていうのはあるんですよ。プロテインが支給される方向とかも多いと思いますけど、僕とかはまあ自分で買ってて、で、まあ運動量も多かったんで、朝と夜飲みましょうみたいな、そのトレーナーさんから言われてたので、朝練後と夜練後、これ飲んでましたね。家の時もそうだったんですけど、このプロテインめっちゃうまいんですよ。溶けやすい。この溶け感がめっちゃいいんですよね。このプロテイン飲んでる人分かると思うんですけど、なんかこの、なんて塊になって入ってくる、ダマになって入ってくるみたいな。それがないっていうのも一個いいとこですね。なんかすごいサラサラしてるんですよ、このプロテイン。これめっちゃいい表現だな。これサラサラしてるんですよ、この。体にスッと入ってくるみたいな。もしこれがおかしいとしたら僕がおかしいですよ。これ夜練後も飲むんで、夜ちょっとみんなに会うと、これみんなにもちょっと飲んでもらいますわ。で、これで朝練後プロテイン飲んだんで、こっからもうすぐ朝礼って感じですかね。はい、現在時刻は9時でございます。で、学生はここからね、勉強に入るわけですよ。僕はまあ編集とか、そういう仕事系はね、こなしていきたいと思います。実際学生で放課とかあるんですけど、なんかちょっと集中しすぎてここまでぶっ通してきてしまった。眠たいが一番今強いですね。眠たすぎる。5時50分起き、ようやってたな。よし、もうちょっと頑張ろう。12時15分でございます。多分これぐらいの時間だった気がしますね、昼は。で、昼なんですけど、これまあ弁当ですよね。で、僕ね、意外と、料理が得意というか、結構料理してたので。これかけて食べるだけ。さあ、ということで、この、学業の時間、勉強の時間が終わって、練習自体は、18時半、6時半から練習開始なんですけど、それまでの間ね、何をして過ごすかというと、トレーニングなわけですよ。やだやだ！今、石巻さんに向かっています。もうこれが今日の密着の中で正直一番嫌だ。でちょうどね、通り道に桜あるんで、コンビニあるやん、うん、あそこ行ってちょっとその当時食べてたもの、うん、ちょっと買ってから石巻さん行こうかなと思ってるんですけど、まあそんな感じだったら流れ的にも。そうだね。ワンチャン今の現役生が石巻さん走ってる説ある。この時間なら同じ時間でやってるから。ないこともないね。うん、石巻さんいたら一緒に走ろう。うん、買ってきました。めちゃめちゃ懐かしいものを買ってきました。まずはこれ。出たこれもう毎日飲んでたでしょまずね、現役時代に欠かせないのはレッドブルですわ、うん、で、もう一個ね、これちょっと見て。出た。これ桜の人だったらめっちゃ懐かしいと思うじゃないですか。大きなハム卵、これめっちゃうまい。これか大体ささみ食べるか、揚げたことかなんかそんなの食べる。あったなー、ささみ食べとったな、みんな。そう、いや、石巻さん行ってから行こうかな。お腹空いたら食べちゃうか。よし、行きましょう。うわー、引退してから2回目の石巻さんだわ。もうこれ断言する、絶対歩きます。途中で懐かしいな。みんなため息をつきながらここの道を歩いていくという。そうだよ、もうみんなもうスタートライン行くときはもう終わったーって感じだよそう、よーいスタート。難しい。ゴール。
正直ちょっと歩いたけど、うん、でもきつい。石巻さんの絶景だぞ。どう？これ見える？まあ少し見えるかな。少しか。この高さ登ってきたんやけど俺。なんか考えたらもっときつくなってきた。じゃあ降りるわ。おどけんなよ。お前車じゃねえか。ゴール。これ帰りはね、心肺機能っていうより足がきついなんか。ブレーキかける感じだな。はい、これで登り切って今石巻さんトレーニング終わって5時14分なので、とりあえず一回帰ってちょっと休息してから夜練行きます。でちょっと夜練もそのねバスケやってるとこせっかくなんで5対5映したいと思いますんで、とりあえず夜練行きますか。はい、ということで帰ってきました。でこれで夜練までの間ちょっと待ちの時間があるんで、その間にね今日どんな服装でやるかっていうのをね決めたいと思います。バッシュがね僕こんな感じなんですけど、だいたいもう最近このこれとこれ履いてるんですけど、最近ずっとこっち履いてるから履き慣れた方で行きたいな。今日動画映すって言ったんでこっちで行きます。今日の服のラインナップはこれにしよう。これで夜練行ってきます。24時間現役生活してみたしょうもな Vlog しょうもな。今日カメラ回るんでお話します。朝練してで勉強して編集とかして、さっき石巻さん登ってここに来た。これ夜練の手すごい。この KG っていうのは僕の後輩のガードです。よろしゅうお願いします。今日回るんでカメラ、はい、お願いします。
敵だもんね。ああ、よし。お疲れ様です。強国あるあるの練習後プロテイン飲めよー。これね。あるね。あるでしょ。あるある。朝行ったんですけどプロテインがうまいっすよ。バナナはこれね朝一に牛乳で飲むと飛ぶ。朝から？朝から。飛ぶ。ジュースっす本当に。バナナ普通にうまいよ。バナナうまい。バナナ美味しいです。バナナは牛乳で飲むとマジで飛ぶ。じゃあ本当だよ。多分うまいです。水飲んでもこれだもんね。うまい。バナナファミンだ。練習後とかに飲むのは冗談できないよ。うまいっすよね。ガチでうまいよ。キウイのがなんかいつ飲むかによるくね。え？プロテイン。うまいっすよね。今練習終わって、あとまあシューティングするぜとジム行くぜ分かれるでしょ。とりあえずジム行ってきます。はい、ということで普段ね僕全然本当たまに筋トレ行くぐらいで、桜川家のワンワン怪物井上涼くんとトレーニング誘っていきましょう。りょうくんやらせすぎ。いつもこんな感じなんですか？いつもこんな感じ。今日りょうくんメニューでやったんですけど、りょうくんって帰宅時間何時でした？高校時代だよね。高校時代です。まあ、今だから言えるけど、片道50分ぐらいだったんで、うん、いつも11時半とか、まあ、たまに。行っちゃいますね。まあ、まあ、たまにっすよね。たまに。そうなんですよ。帰ります。帰宅しましょう。お疲れ。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、ということで現役時代再現 Vlog 完走。めちゃめちゃ疲れました。でもかなり再現できたかなっていう風に思います。でも実際はこれがね毎日続きますし、試合とかも入ってきますし、まあ、何よりその練習の内容が濃いとか、もっとハードなトレーニングやったりとかするっていう面を考えれば、まあ、まだまだな部分はあるんですけども、まあ、今日一日過ごしてみただけでも、いやこれは上手くなるわなと、これぞバスケをするための生活って感じがします。めっちゃ早く寝れて、もう12時前とかだったんで、で朝はもう5時50分に起きる生活だったんで、ようやってたなっていう風にね感じました。なんかすごいやってよかったなっていう風にね思いました。じゃあもうさすがに、もうさすがのさすがに眠たいので寝ます。ご視聴いただきありがとうございました。おやすみなさい。